園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好き看護師のどんちゃんです。今日はね、コメント欄に動画でお答えしようのコーナーです。以前ね、あの多肉植物の花作りますっていう動画を見ていただいた方から、なんと、その後の使用のレポートをお願いしますというところでコメントをいただきました。どんチャンネルはですね、あの皆さんのコメントで成り立っておりますから、ぜひね、動画を通して、お返事をさせてもらいたいと思います。でね、うちにはあのアイリス大山で買ったあのステンレスラックを多肉棚にしてるんですけど、完全に雨ざらし、ね、雨ざらしで1年間近く管理をしてきて、まあ、サビの具合とか、まあ、どうだったかなっていうのを、まあ、ちょっと短くね動画にしていきたいと思います。あの多肉ぷくぷくサキュレントさんから、ね、1年後、ね、どうだったかなっていう、コメントいただきましたので、多肉ぷくぷくサキュレントさんに向けての動画になりますから、ぜひ皆さんもね、まあ、参考になれば嬉しいので、ちょっと実際ね状態を見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね見ていきたいと思うんですけど、はい、実際見えてますでしょうか。こちらね、1年間完全に雨ざらしで使ってたアイリス大山のステンレスラックですね。こんな感じになっております。まあ、サビの具合、まあ、こんな感じね。まあサビには強いって言うけど、さすがにやっぱ雨ざらしね苦手かなっていう感じですね。で、そもそもこれ室内用だから、こんな使い方したら錆びるに決まってるんだけど、もうねちょっと棚がまあ錆びてますけど、まあ全然使えないレベルじゃないという感じですね。ただほら、ここ錆びてるけど、ここ錆びてないし、なんか錆びてたり錆びてなかったりするんですよ。まあその塗装のねこの具合かわからないけど、でほらここ錆びてるけど、ここ錆びてないし、ここのラックはね、あんまり錆びてないんですよ。棒もね、錆びてないし、ここも錆びてない。ただこっちだけ錆びてるっていうね。まあそういう感じ。ねえ。まあ、この違いはちょっとよくわからないですけど、まあ外に置いてたら、まあこんな風になるのかなっていう感じですね。ただそのなんかな、まあ味というか、まあこれぐらいなら許容範囲かなっていう感じかな。で、錆びてても、あの高さこうトンカチでやればね変えれないことはないから、うん、まあ安いしね、いいんじゃないかなと思っております。で、やっぱ室内に置いてたらこんな風にはならないからね。まあこんな感じだから、まあ、購入考えてある方も、まあ、全然、まあ、買って損はないんじゃないかなと思いますね。で、強いです。もうしっかりしてるから本当に、まあ1年間雨ざらしで管理した現状はこういう感じでした。はい、どうでしたでしょうか。これがね、1年間雨ざらしして、使ったステンレスラックね。本当に何回も言うけど、これ室内用ですから、ね、これ錆びるのは当たり前なんですよ。ただ1年間使って、まあ、全然もう壊れることはないし、まあ錆びはするけど、まあ錆びも味というか、本当ね、もう全然これでいいんじゃないかなと思います。ただね、やっぱあの4段になってるから、ね、奥の方は日当たりが悪くなるんですよ、どうしても。なので、まあ、植物を置く、まあ、場所、この辺はね考えないといけない、下の方はやっぱ日陰になるし、雨がね直接当たらないようにこうやってビニールをかけてますけど、こうやって、まあ、雨宿りもすぐできるし、まあ、使い勝手はいいです。多肉ぷくぷくサキュレントさん、どうでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。ね、こうやって多肉植物の情報とか、まあ、気軽にコメントしてください。どんチャンネルは皆さんと共にあるチャンネルですからね。これからもどうぞよろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。